はい、はい、チャレンジ虹だ。本当だ、めちゃくちゃ綺麗な虹だ。もう寮の門出を祝ってるね。目隠しを取りたまえ。せーの、いで、おお、シーズン5ねって言って、え、シーズン5、シーズン5ね、理解早っ。イカダでございますよ、はい、2年に一度の手作りイカダで川下りのシーズンがやってまいりました。来ましたね。見てみろこれを。いや、いいですね。今年で終わらせましょう。もうね、海まで行ければクリアってことでね、はい、次回もなくなります。そうね、シーズン5完結で。もうちょっと説明したいんですけどね、はい、まあ、前回使ったこの風呂桶、これは使うって話をしたんですけど、言ってましたね。それのね、安定性がとにかく問題だったんですよ、はい、風呂桶の中に穴を開けて横にサーフボードを2枚、おー、これで確実に安定がね、さあ出れる。そうだね、まあ、あとは一応応援団がいっぱいいるよっていうことなんだ。こちらにね。そう、ああ、そういうことね。おー、いっぱいいる。応援してますんで。たくさん女の子が。ご挨拶さんもお願いします。さん、よろしくお願いします。まあ、両ガールズね、うん、両ガールズ、ね、一人ずつ顔見てってもらって、え音質よ、聞き取れない。え、もう一回、こんにちは、両ガールズ。あー、頑張ってね、ありがとうございます。そうそう、はい、私たちがついてるわ。やっぱいいな、ね、これね。反対側はなんでこうなったかな。まあ、こちらはね、守るべきものというか。ああ、なるほど、ね。まあ、とはいえ、りょうさんには今回非常に快適な旅をねお届けしたいということで、はい、かなり豪華なものになってます。そうね、なんか椅子がついちゃって、そう、うん、なんと今回初の椅子がつきまして、はい、座っていただくと同時に、はい、なんとこちらにね、いつでも食べれるシャインマスカットがもうえ、どうして王の休みみたいな。まあ、あと最後にこちらを携えて行ってほしいなと思いました。もしも海に行った場合ね、なんだあの船はってね、うん、大変なことになっちゃうかもしれないんで、はいはい、僕はこういうものですっていうのをアピールするために、はい、旗を用意しました。はい、今回のこちらの船の名前、おこちらでございます。ぬれーん、じゃじゃん、豪華客船クリーントリトリス号でございます。おい、最低だな。何最低って。トリトリス女王の記念する服したやつだったんですよね。ああ、なるほどね。とても綺麗なトリトリス女王のものです。はい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 、はい、僕の衣装はこれどういうこと。あ、もう王族です。あ、王族なんだ。あ、だからこれ、ごめんなさい、そういうことね。王冠と、王冠ね。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、一応動画なんで、はい、カメラがあれ、そういえばさっきすげえ調整したわ。そうだね。だから、じゃあこれは今だけだった。そうだね。え、大事なものですから。風呂上がりじゃん。じゃあもうね、もう終わってきちゃったら大変ですから、なるべく早く出航しましょうかね。行きましょう。先ほど向こう見たんですよ、はい、船が出航した直後にすごいいいねカメラポジションがあって、そう、それ僕知ってるんで僕行ってきますね。ただ出航させるにあたる人間はね、入らないといけない。でも僕とさ、あの、としみつとさ、しばゆう食ってきちゃったよ。確かに、二人サンダルだからさ、ポンポン。じゃあここだけだからな。折れるんかい。ここだけはやってる。折れんなよ。この先にどんな苦難があるか知らないだろ、いかだ企画の大変なんだぞ。じゃあ、まあ、ほんと一人は向こうでカメラ待った方がいいんですよ、はい、行ってもらって。僕は行ってきます。じゃあ俺とゆめまるは出航ということで、出発しましょう。じゃあ俺とさしみつはまたドライブ行く。ちょっと持ちますかね。これで一旦もう向こう持ってってね。じゃあ行ってきます。冷てー、頼むぞー。あ、冷た。あ、でも量も最初濡れるわ。おい、結局濡れてんだよ。濡れスタートなの。汗えんだよな。足だけね、足だけ。おお、あ、いけるやん。めっちゃ安定してる。行くよ。めっちゃ安定してるよ。じゃあ乗ってください。あー、いけるかもしれない。お、すごいすごいすごい。よいしょ。はい、おお、はい、え、浮いてる、浮いてるね。え、待って、溺れとかないの。溺れないです。溺れないの。溺れないの、やばいって。俺なんかやれよってやったんだ。どうやって、そういう溺れなんてないだろう。おーい、すごい。行くやん、行くやん、これ行くな。足、こっから行きたい、こっから行きたい。行くぞ、行くぞ。よし、行きますよ。オッケー、いいの。せーの、出航。オッケー、いいの。せー
おい、その年と一緒じゃんか。待ってよ、そんなはずないって。何してんの、寒い。ちょっと待ってよ、過去最初じゃない。あれ待って、そんなはずはないんだけどな。あ、もうまたダメだ。みんな来て、そんなとこ立ってる場所入って。水入りすぎだって、さすがに。おお、じゃあ外れてんじゃん。外れてんじゃん。ちょっと待ってくれよ、マジで。それあげちゃう。やばい、横は安定してるけど、縦何もしてないから安定しない。縦がすごかったのよ。縦は量は自分でこううまくやってもらうしかないっていうのを考えて、これやめよう、一回。そうだね、これまずい、サーフボードもちゃんとするか、いけますよ。はいはい、全然大丈夫だから。まだいける。大丈夫だよね。大丈夫、大丈夫だよ。もう全然大丈夫、一番大丈夫ぐらい。なんで水の中で作業する、作業してるやん。なんで水の中あげるって言ってたやん。あぶねえ。危ねえってもうやってんだけどね。オッケー、よし、できた。大丈夫これ。前行けるか。船大工の前行けるか。心配すぎるって。分かった分かった。ちょっとこれでここに結ぶじゃん。はいはい、これを完全に結びます。これを、この下に通しますよ。これの下に。なるほどね。いいよ、ナイス。これでもう下に沈まなくなるからね、この下じゃん。で、また下通して二重にするわけだ。これでもうね、完結だよ。出すぎ。冷たい。よし、来ました。完璧。これで後ろに倒れることがなくなりました。あとは海に行くだけだ。そういうことだよ。みんなで肩をしっかりと持って。はいはいはい、いいよ、いいよ。はい、オッケーオッケー。よし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 、オッケーオッケー、行くよ。さあ行きます。はい、さあ、りょうさん、海に向けて出航。よし、行くぞー。イエイイエイイエイ。おっとー、よし、やめる。やめる。無理だって。ちょっとねえ、待って、無理で決まってるって何これ。あれ来てんの、みんな。あ、ちょっと待ってよ、今から行くんだから。どうしたの。今から、今から行くとこ、行くとこ。今から、今から出るとこ。出航前の川遊び、これ使えるかもしれない。どういうこと、どういうこと、どういうこと。木拾ってきてどうするんですか。これをこの下に入れるんじゃん。そうすればもう傾くことはない。見て、ほら完璧だって。行こう。ほら、うん、全然結構強いよ。この後ろ側に俺が体重かければいいってこと。それすればいける。お、マジやん、マジやん。ほら見ろ、支えてるから。よし、もう一歩前じゃない。そう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 。あ、来た。あ、来た。これだ。来てる、来てる、来てる。いけ、行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 け。出航者、よっしゃー。バランス頑張ってね。よっしゃー、行け。初めて見えた。来た、行った。あー、頑張れ、頑張れ。右のサーフボードがもうダメだって。いけるいける、戻ってきて、いけるよ、来て、いけるよ、いけるよ、いけるよ、助けろ、助けろ、おお、助けろ、よお、これ取れなきゃ意外にいけそうだった。サーフボードの固定、固定具合で全てが変わる。ここがんじがらめにも入りすぎて、もうね、あんま感じなくなってきてるね。もうあったかいんだよね。今流れるかな、応援団ね、応援団の声。おお、なんだよ、あ、流れたーって思う。一番大事なとこ欲しいですか。なんだよ今の。合唱団元気、元気。関係ねえだろ。すべての問題をクリアしました。よっしゃー、乗ってください。カモン、いけー、ほら、あー、よし、お、いいぞ、いけるか、お、いけんじゃないの。え、離してみて。オッケー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 、来た来た、どう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 、いけるよ。お、行きましょう、海を目指して出航。おーい、絶対海に行く。行ってこい、行ってくる。さあ海よー、さあ海よー。なんでなん。あ、今これイカだとして、これ今強いっすよ。これいけんじゃん。これだー、ここに乗れっていうのかよ。何回出航すんだよ今日。なに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 、ここに座って M 字開脚ってこと。 M 字開脚でこれでちょっと縛ると思って。ほんとにやばい、倒れる後ろに。でも下についてるな。あ、風呂桶逆にして水なるべく入れたらグラグラがなくなる。え、俺が風呂に浸かりながらってこと。そう、一旦乗ってみよう。よっしゃ。いや、無理ですね。バランスが悪すぎる。いやー、風呂バランスが悪すぎる。このまま行ってもさっきと同じになります、隊長。そうだな、無理だ、一回引き上げるしかない。一回引き上げよう。うわー、あー、あー、
諦めるな。まだ心は折れてない。びしょびしょすぎてるみんな。おいおいおい、もう一体何が何だかわからないね。結局前後のバランスなんですよね。もうこのスロー家の下にやっぱ棒を刺すしかないよ。この下に入る枝を探そう。2本同時にこう入る。大丈夫、まだ枝でいけると思う。いけるんですか。どうせ何もできないんだったらせめて棒で頑張ろう。最高の木を見つけるぞ。これ強い。もうちょっとじゃないの。だいぶ長くなった。あれこれだっけ。違う、その一本奥だよ。この奥無理だ。深すぎる。深すぎる。成長頑張ってくれ。ステーキー。あー消えた。携帯落ちた。やばいね。これは。なんで携帯持ってんだよ。じゃあもうさっきの中で聞いてもらって。携帯どこ？誰か試しに電話をかけてくれ。俺に。頼む。こちらは NTT ドコモです。うわ。行ったか？落ちてる。電波が届かない。あったりがまさかの携帯なくて。すみません。潜っても見えないんだよね。見えねえんだ。うわー、ここちょうどギリ見えない深さだな。いやー、あると思うけどな。どこに落としたっけ。あったー。あった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 。ここ英雄だ。ここ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 。ありがとう。やったー。ありがとう。よく見たいな。あったあった。ここか。ここなんだ。電源ついてます。あぶねえ。電源落として乾かしとけ一応。あーありがとう。一旦肉に行こう。買い物。ああ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 あ違うんだよ。違うんだよ。よく考えたらよかったですよ。お疲れ様。違う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 。なんか昔を思い出したな。ひどい。ひどかった。ひどい。ちょっと調子乗ってました。倉庫ができたりとか、いろんなスタッフさんがこう見守ってくれるだとかね。やりすぎてしまって、これじゃあ視聴者の期待に応えれねえんじゃないかと思ったら、まさか普通にマイナスで応えれないと。曲がりなりにも流れてるシーンがなかった。そうなんだよ。今回なかったな。一番進んでないな。すごいね。8年目で過去最悪。最悪だって初年度が一番進んでるでしょ。こんな人工物たくさん使って自然のものだけで作ったやつが一番進んでるんだ。あの頃のイカダが一番いい。うわ、このチャレンジはまたあと2年できないのか。2年後です。え、りょうさん終わりでしょ。終わったの俺の役目。やったかな。マジごめん。めっちゃごめん。マジ怖い。これあ責任持ってこれ捨てとくわ。これは捨てよう。フロー券絶対に禁止です。もう二度と使わない。サーフボードも禁止。サーフボード禁止。非常にね、全員にとって悔いが残る年になったと思うんですけども、それこそがやはりバネになるんじゃないかなと。自分たちが何も手に入れてもないのに周りの環境だけ良くなって強くなった綺麗だ。大間違いだ。良くない。最善を尽くそう。ということで手作り言い方で川下りシーズン5大失敗ということで。大失敗だ。これはすごい。ごめんなさい。本当にいけるとは思ったのよ。ある程度間違いなく過去最高でしかなかったんだよ ね自信があったんだ。だってここの接合完璧よ。本当設計段階だけだったんだよな、油断が。それ以外はいけなかったんだよ。ということでね、悔しいんですぐにでもチャレンジしたいところなんですけど、最速2年後ということで10年目。東海オンエア取りすぎ。東海は10年目の10年やってんの。りょうさん、出航する船長の名前を指名してくれ。決めました。はい、このイカダ企画、徹夜の10代最後の大冒険として始まりました。2年後、唯一の20代、
夢丸に、ほら、そうだ、20代最後の挑戦をしてもらいます。そうだ、2年後の冬、夢丸まだ20代最後だ。だり32欲しいって32.5 歳ぐらいだけど。いやでも俺が成功すれば、ね、終わりだから、みんなで終わらすよ。海行って終わろう。夢丸が次で23キロほど伸ばしてくれれば終わります。はい、2歳の娘にパパ今から海に行ってくるから、行ってくるからって、娘こうやって抱えてもらったら走らないから。次回強いのはやっぱね、理系が勢揃いってところで。いや、まあ、次はもうガチガチに口マジで、俺と年に伝装飾とかね、そう。テーマをしっかりとやります。マジで見とるわ。ふざけてたわけじゃないんですけどね、あの結果としては本当にふざけたことなんでしょう。申し訳ありませんでした。2年後頑張ります。バイバイ。くそ、胸くゆめまるくん、あとは任せたわよ。